米倉涼子48が5年前から難病の低髄液圧症候群と戦っていることを告白。手術を受け体調が回復。発症初期は仕事をしていたが、ドクター X の撮影時は苦しみ、治療後1ヶ月は寝たきりだったこともあった。現在は元気になっていると報告した。ネットでは頑張ってほしいが無理せず体を優先してほしいなどの声が寄せられている。米在住の渡辺直美がドレスアップ姿を公開。パリス・ヒルトンとの2ショットも。渡辺は肩白、笑、マジ生きてる間に会えると思ってなかったと興奮を語った。また現在は日本のヒルトンホテルのイメージキャラクターを務めていることも報告。フォロワーからは綺麗、痩せた、最高と称賛の声が寄せられている。霜降り明星の粗品31が千原誠司の YouTube チャンネルに出演し、宮迫博之54との絶戦について語った。共演はほとんどないものの、粗品は闇営業問題で仕事がなくなった恨みがあるため挑発的な発言をしていると明かした。政治はあまり知らん先輩を怒れるのはすごいと感心した。粗品は最近の芸風としていいの見つけたと説明。両者はネット上で絶戦を繰り広げていたが、宮迫は勘弁してくださいと白旗を上げている。